あそこの地面、何か落ちてない？気をつけろ。不用意に裂解の中のものに触れるな。これは、ブローニャの。そうよ。まさか、まさか。ねえ、あれ見て。あれってブローニャじゃん。え、なんで係屋もいるの？いや、あれは彼女たちではない。あれは、ある種の残影か。裂解が複製したエネルギーの残滓のようなものだろう。じゃあ、二人は確かにここに来てたってことだよね。どうやら、二人はあっちの方向に向かって行ったみたい。ちょうどいいじゃない。道案内がいなくて悩んでたところよ。私たちも行きましょう。ここがどのような場所なのか、まだ教えてくださらないのですね、お母様。700年前、ここはかつてベロブルグの北の境界線であり、アリサランドが初めてシルバーメインを率いてレギオンに対抗した古戦場だ。今となっては、ただの廃れた回廊で、あらゆる場所に旧世界の残滓が漂っているだけだがな。だが、これら断片的な表彰に惑わされるな、ブローニャ。約束が果たされる日。お母様は、本当に正確の約束を信じているのですか？あれは壁の外に吹雪を呼び、裂解を生んだ。そして、私たちの文明を破滅に追いやった。そして私たちの祖先は、その破滅を受け入れないという過ちを犯した。天外から侵入者が降臨した瞬間から世界は死の宣告を受けたのだ。だが性格は私たちに一筋の希望を与えてくれた。新たに生まれ変わるには対価がいる。旧世界の痕跡を消し去り無意味に生きながらえることを諦める、これが性格が示す対価だ。約束が果たされたら、ブローニャ、私たちはもう生涯をかけてこのハイドを守る必要がなくなる。貴様と私はハイドから新たな世界が誕生する瞬間を目撃することになるだろう。この装置、すごく複雑。いや、そうだ、さっきの。俺は裂解深部のものに何度も触れることには賛成できない。だが。だが？他に方法はない。父に陥れて命いくだ。へえ、理性的な探求。どう？でも、門は他にもある。ああ。次の装置が私にも見えた。妙だな。裂解のモンスターは人造物を破壊するはずだが。
みんな、今よし。次の装置スイッチがない。こんな荒涼とした場所見たことない。リベットタウンですら人の生活の気配があったわ。リベットタウンは列海から伸びた一本の触覚に過ぎない。俺たちが今から前に言っていた夢のこと、今は目が覚めているのは分かっているが、夢の どうだ。これは俺の推測だが、お前が聞いた声は、お前にもそれが聞こえるのはおそらく、それって性格同士は、これまで性格を体内に宿した人間はいなかったからな。じゃあ何、私たちは自分、そうだ、そして炭鉱の推測なら十中八九間違いないと思う。ブローニャを助けて。成功だね。すっごく大変だったけど、これで門の装置は解除できたはず。ブローネに近づいたわね。早く行くわよ。うわ、これも残影なの？そうだ。どうやら分かりません。もしお母様が言うことが真実だとしても、この数百年の間に在位してきた守護者たちは皆、性格の呼びかけに抵抗しています。お母様は、彼女たちが間違っていたというのですか？まだ理解できないのか、ブローニャ。ここに正解や間違いなどない。あるのは、人類の傲慢と浅知恵だけだ。私たちの祖先、アリサランドを含め、彼らはこの文明を存続させるために命を燃やし、そして静寂に沈み、その記憶は吹雪に散らされた。彼らは生涯人類の勇気を称える賛美歌の編纂にかまけ、星空を見上げる時間を設けなかった。千年という歳月は星空の中の偉大な存在にとっては一瞬に過ぎず、小さな種族の功績など何の価値もないのだ。私は彼女たちの二の舞を演じ、自分を哀れみながら絶望の道を歩むつもりはない。耐えるのが徒労なら新たな始まりを選べばいい。しかし孫悟のクリフォと、かのアイオーンはお母様の言う偉大な存在ではないのですか？ペロブルグを守ってきたのはかの神の力ではないのですか？孫悟？
孫悟が人類をまともに直視したことなどあるか。あれは幻想者の独りよがりの妄想に過ぎない。貴様は真の偉大なる声を聞くことになる、ブローニャ。そして私の選択を理解するだろう。まるで別世界だね。あそこの机と見張り台、ここにもシルバーメインが駐在してたのかな。そうだとしても長らく放置されている。また見たことないタイプのモンスターだ。俺たちがいる場所を考えれば、新たな敵が出現しない方がおかしい。どんな化け物かなんてどうでもいいよ。この敵、これまでのモンスターと全然違かったね。烈海が生み出したものだって知らなかった。見境なしに破壊行為を行う下等な烈海生物とはまるで違うな。自分の意志を持ち、高度な戦術を使いこなしているように見えた。見て、ブローニャとかかり…それって、おそらく最初の守護者はここでシルバーメインを率いて戦い、大きな犠牲と引き換えにほんのひとときの休息を。しかし異世界から来たレギオンは疲れを知らなかった。彼女はすぐに生身の人間が絶望の中で、彼女は正確に意識を向け最初の願いをかけた。その後に起きたことは貴様も知っているだろう。つまりカンパは人類の願いによって生まれた災いだった。皮肉だろう。性格はただ人類の願いを叶えただけなのに、我々はその後数百年にもわたりそのことをひた隠しにして、さらにはあれを使って性格を制御しようと試みるなど、情けない上に笑える話だ。あれ、この世界に属さない技術で作られたもの。旧時代の会社と喧騒者が性格を収容するために用いた抑制器だ。貴様が多くの疑問を抱いていることは知っている、娘よ。もう少し待って、すぐに全ての答えを得られるだろう。またあの女の影。今回はなんかこれまでの残影とちょっと違う。侵入者。え、今近づけてはならない。まずい、美月どいて。性格。こいつ本当に本体じゃないの。どれだけ見た目が似ていても烈海が生み出した偽物だ。倒すぞ。楽にしてあげる。蝶と共に散れ、スターレイファントム。いい、やっ。怖くない。隠れろ。
族になってくれる？スバローグ！しつこい！へぇ？はっ！ま、ほんの気持ちよ。気にしないで。助かった。おやすみ。隠れろ。いい？やっ！生死虚実、同点元気、勝負一角。はっ！鬱陶しいわね。はっ！楽にしてあげる。蝶と共に散れ、スタールインファントム。お薬の時間よ。争いに意味はない。ま、ほんの気持ちよ。気にしないで。騒ぎを起こしたくはない。次。争いに意味はない。助かったわ。間に合った。ほんの気持ちよ。気にしないで。安心しろ。しつこい。へぇ、はっ、怖くない。戻って。殲滅開始。殲滅開始。いい？やっ！楽にしてあげる。蝶と共に散れ、スタールインファントム。騒ぎを起こしたくはない。生死虚実、同点元気、勝負一角。はっ！お注射の時間よ。お薬の時間よ。助かった。へぇ、はっ。何するの？戻って。悪い子ね。おやすみ。鬱陶しいわね。いい？やっ！目標ロック。ま、ほんの気持ちよ。気にしないで。助かった。た！消えちゃった。あの階段、もう進める道はあれだけよ。この先がどこに繋がっていようと、そこが旅の終点だと考えていいだろう。こんなに早く終点に着きたくないな。うちはうちのために終わりなんて求めてないのに。つまりブローニャ、そして上層部と下層部の運命がこの先にある。私たちがその命運を握っているのね。変なの、恐怖とか緊張とかもっと感じると思っていたけど、そんなことなかったわ。今はただ現実味がないだけね。ううん、楽しく終わる時もあるよ。列車は世界から世界を渡る。俺たちはただの貨客であり、物語の一節を見届けるものに過ぎない。俺たちは常に世界の存亡を決定づけるような大きなうねりを避けてきた。だが、どうしても避けられない時はある。つまり、あんたの初めての開拓の旅は、超ラッキーだらけだってこと。しんみりするようなことを言おうと思ったけど、やめたわ。あんたたちとの冒険なら、どんな困難も平気だって思えるのよね。そうだよ。楽しい冒険には、もともと制約なんてものはないんだから。困っている人たちを助けて、信頼できる仲間を作って、ついでに何度か世界を救って。